ち見ないで。こっち見ないで。キリト君も早く脱いでよ。私だけ恥ずかしいよ。そこの女視聴者たちも早く脱いでよ。私だけ恥ずかしいよ。気持ち悪いな。こんにちは、ペカちゃんです。スーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。今回なんですけども、まあ、SAO の映画の公開が近いということで、SAO の構想をやっていきたいと思うんですけども、まずは、はい、いつも通り、スピードランの方をやっていきたいと思います。大不評のスピードランの方をやっていきたいと思います。これやっていきましょうか。初心者でも安心、クッパ城でのスピードラン。これやっていきましょうか。いきます。まあ、これは余裕だわ。5% は余裕だって。5% は。おぉ。いきますよ。で、これ、オッケーオッケー。で、踏む。で、こういく。よし。で、これ、こういく。で、よし。で、1、2、3の、ちょっと待って。腹立つ、なんか腹立つな、これ。オッケー、そして、こうで、上、オッケーオッケー。腹立つな、ここ。いきますよ。これ、時間がないんじゃないかな。あれ待って。ちょっと待って。これ、やらないと。はい。これでいった。時間がねえな、これ、絶対。まあでも、先を見るということで、行きましょうか。で、これ投げる。これ投げる。そして、あー、くそー、飛んじゃった。反射で飛んじゃったわ、今。これ投げる。ここ投げる。ここも投げる。よし。そして、ここヒップドロップ。ここもヒップドロップ。オッケー。いやー、扉があるもんだと思ってた。あ、ちょっと待って。こうで、こうで、そして、オッケー。笑われた。なんでこんなに笑うの、こいつら。1、2、3の3段ジャンプでこれでいき、よし。そして、これも踏む、オッケー。悪くない。さあ、この先を。1、2、3の3段ジャンプでこれでいく。ちょっと待って、あ、神キック。あー、飛んじゃった。1、2、3の3段ジャンプで、あー、下だ。いきます。こうで、あー、まだ飛んだとは言い難いが、まあいいでしょう。そして、ここ、オッケー。よし。そして、踏む、オッケー。飛ぶ。1、2、3の3段ジャンプで越えていく。そし、よし。で、上、オッケー。ここだ。そして、ここ、よし。そして、こう行く。オッケー。で、よし、入る。入っていく。そして、投げる。これも投げる。オッケー。よし。そして、ここ、ヒップドロップ大事。そして、下に折る。こっち上に折る。そして、ここを、笑うな。さあ。ここですよ。1、2、3の3段ジャンプで越えていく。そして、クリボ踏む。花ちゃん踏む。オッケー。さあ、これ、1、2、3の3段ジャンプ。そして、これ、オッケー。待って。オッケー。時間がなくない？これ、時間が。大丈夫よ、これ。あ、全然足りた。なんだったんだ。結構止まったけど。まあ、よかったんじゃない？よし。ということで、はい。まあ、5% のスピードランの方やっていきました。結構早めにできましたね。まあ、45秒遅いな。刑務所から脱出、クッパから逃げれば自由。なんだこれ。いきます。クッパから逃げろってどういうこと？ん？待って。あ、ここスピンジャブだな。いきます。待って。逃げるな。あれ？え？あれ？ん？あ。もうこれ無理ってことか。オッケー。超えていく。よし。え、クッパに見つかった。クッパに見つかった。あ、うるせえ。いや、クッパやってきた、クッパ。うわ、羽持ってるわ、あいつ。ちょ、待って。うわ、追いかけてきてんだけど。大丈夫か、これ。待って。これどうする。待って、クッパに先行かれたんだけど、クッパに。ちょ、これまずくない？待って。逃げるも何も先行かれてんだけど。ちょ、待って。これかわせ、オッケー。そしてこの先。よし。危ない。待って。越えろ。オッケーよーし。もう逃げたとは言い難いが。うん。もう先に行かれてたから。かわしたって言い方の方が良かったかもしんないけど。まあ、クリアしました。よし。右プラス Y、右上プラス Y で組み合わせ自由な
脱臭自動キープランということでですね、こちらへアスナでございます。先ほど脱いでたアスナでございます。俺大好きなんだよアスナ、うん、俺アスナのマンコにチンコぶっこみて、いきます、いきますよ。これ脱臭自動だよ、キープランか、いきます、いきますよ。 OKOKOK、 テレサがいっぱいいる、テレサがもう死ぬんじゃない、大丈夫か、大丈夫これ。 OKOK 入っていく、でも入っていきます。さあこの先、まあ、脱臭自動だから安心してますけど、さあさあさあ、すごいな、あーなんか画面がややこしいよこれまあいいでしょう、 OKOK、 花ちゃんを踏んでいく、 OKOKOK、 土管に入ります。うわテレサだらけ、テレサばっかじゃねえかよこれ、テレサのご利用し、あれ鍵持ってるのに鍵入らないんだ、なるほど、だから上プラス Y ってことなのかな。よし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 、これ組み合わせ自由で、あのコース変えれるってことなのかな、わかんないけど、あ入れた、入りました、よしよし OKOK、 よしよし、入っても全自動は続くんだねこれ、さまざまなルートがあるってことか、すごいなこれ。ということでやっていきました、エセオの全自動コースでございました。いやいいねこれ、おなんかさまざまなルートが用意されてるってすごいな。え6秒、えベストクリアタイム6秒で何、どの最速のこれ最短のルートなのこれ、まあいいでしょう。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。メテル。